はい、ハノイリビングの田口です。今私はね、正面 V タワーが見えてますけども、この V タワーの大きな四つ通知ですね、今もだいぶ夕方で帰宅ラッシュが始まってますけど、はい、時間はもう6時過ぎてますね。はい、四つ辻を越えて正面にねアイコン4っていうオフィスビルがあるんですよね。まあここにはねいろんな日系企業さんも入ってますし、まあまあまあねリーズナブルなんですよね。金間のエリアの中で平米単価すごく安いレンタルオフィスなんですよね。はい、で中に、1フロア2フロアをレンタルオフィスとして貸し出しサブリースをやってるね、ベトナムの企業があります。そこはねもう日系さんいっぱい入ってましてね、とてもいいレンタルオフィスなんですよね。今日はそこをご紹介します。はい、アイコンボンですね、アイコン4。もう金間にまあまあいらっしゃる方はほとんどの方は知ってるビルですよね。そこの CSC っていうねレンタルオフィスを頑張ってやってる、レンタルオフィスですね、これからご紹介しますね。はい、じゃあ15階に上がってきまして CSC さんですね。はい、レンタルオフィスですね。もうここはなんていうかな、もう老舗ですよね。ずっと最初のハノイに一番最初にできたレンタルオフィスじゃないですかね。はい、日系さんいっぱい入ってます。はい、でね今日ご紹介するのは2つありますね。はい、まず行きましょう。受付を越えてまずここが共用スペースで、まあ、お客様との商談とかねするときにここ使うんですよね。はい、結構ね広くてね、でこういう自由に飲んだりできるフリードリンクなんかも充実してますよね。はい、でね今からご紹介する部屋をまず見ますね。ここはね何て言ったらいいのかな、もう家具というかその色合いというかね渋いんですよね。はい、まずねじゃあ20平米ですね、20平米のオフィススペースからいきますね。はい、色合いというかねこのカーペットの色で机椅子の色の感じ、袖机の感じいいですよね。はい、卓上に一つの机に一つ、電話がつきますよね。こんな感じです。4人掛けにしてるんですよねこれね。はい、ゆったりとお使いいただけるかなと思います。4人掛けです。はい、どうでしょうかね。まあ明るいですしね、でこんだけ20平米ぐらいあればこう棚もね2つ1つ、もう1つここ2つつくんですよね。はい、で外は、はい、フランスの ODA がやっている今メトロの工事中ですよね。そこが駅ですよね。はい、駅があります。で向こうまっすぐ行くと金間駅になります。でそこ V タワーっていうね、もう日本の日系の企業が昔からそこでやってる、まあ、オフィスの塔があるんですけどもね、有名な。その大きな四つ辻を挟んで、向かい側にあるのはここアイコン4っていうね、オフィスビルなんですよね。その中に入ってます CSC というレンタルオフィスなんですよ。もう日系がね一番ここやっぱり老舗なぐらいあって多いんですよね、日系さんがね。はい、このスペースどうでしょうか。なかなか使いやすそうですよね。はい、複合機なんかも共用で使えます。はい、部屋で打ち出しをしてねここに取りに来るっていうような、まあ、ちゃんと設定をしてもらうんですけどもね、何枚までは無料だよっていうのはあったかな、1枚いくらっていうなんか料金は発生しますけどもね。シュレッダーもついてて、ここあとタバコ吸う人はねこう喫煙所なんかもあるんですよね。なかなか喫煙所があるレンタルオフィスっていうのはないんですけど、はい、ここがね20平米ぐらいのオフィススペースですね。もう一回撮っときますね。もう一個、はい、ちょっと広めの部屋、21か22平米ぐらいあるんかな、ちょっとそこを最後にご紹介しますね。はい、この共用スペースがあってここを越えてで、はい、真正面行く前にここ、はい、ここ大会議室があります。ここですね。はい、ここも予約制、全部予約をしていただければ使うことはできますが、もっと狭いタイプもありますよ。狭いのもあります。はい、で今度こちら、はい、これがねさっき見てもらったに比べたらちょっと広いですよね。 1,2,3,4,5 6人掛け、はい、6人掛けです。どうでしょうか。22、21平米ぐらいかな。はい、でさっき言いましたこう
あの駅がね目の前にあって、で向こうあの横にね大きな通りが高架があると思うんですけど、その高架の向こうが鉱材エリアなんですよね。高架の手前こちら側が金間エリアと、ちょうどねあの大通りを隔てて金間と鉱材用に分かれるんですよね。はい、こんだけ広いスペースがあればなかなかね明るいですし使いやすいですよね。はい、色合いもね落ち着いていい感じですよね。はい、細かいねその家賃にどんな家賃がまずいくらかということと、家賃に何が含まれているかっていうのは、はい、概要欄に載せますので、参考にしてください。はい、あとねここの特徴もうちょっと言っときますね。はい、ここねもう大体皆さんこう入ってらっしゃるんですけど、ここにお手洗いのスペースがあって女性用と男性用があるんですけど、はい、ここですね男性用のお手洗いですね。はい、ありますよね。でこれとは別にパントリーがあるんですよね。ちょっとねパントリーまでつくのはなかなかないんですよ。これあのコップとかねコーヒーカップとか洗う時にねお手洗いの洗面で洗うのはちょっと嫌ですよね。はい、そうじゃなくてここまた別個水道があると、はい、こういうパントリーがついてるっていうとね女性スタッフなんか喜びますよね。はい、まあ、お皿洗ったりしていただくのはねやっぱり女性なんで、はい、すごく助かるっていうか喜んでもらえるっていうそういうものもついてると。でこここのワンフロアもすぐいっぱいになって、もう一フロア上かなにもう一個あるんですよね。そこも全部埋まってる状態で非常に活況です。はい、どうでしょうかね。日系が多いレンタルオフィスの中の、まあ、あの今現在空いている 4,5 名以上ぐらいのスペースを使いたいよという方のための部屋2つですねご紹介します。ちょっと狭い方とちょっと広い方と2つありますね。いかがでしょうか。はい、あのね、この CSC さんっていうのは2フロアあるんですよね。で今ね1つ上の階、先ほどご紹介したフロア1つ上上がってきました。はい、もう全部ね見ての通りいっぱいですね。はい、もううちのお客様がいっぱいいますけども、はいはい、もう戻られた帰られたかな。はい、こんな感じですよね。まああの同じレイアウトなんですよ。ちょっと違いますけどもね。でもこんな感じで、はい、受付があって、でもうこんだけのスタッフこんだけの会社がご契約されてると。はい、時々ねこの入居企業の、はい、名前をネームプレートを見てうわーってこう頭抱えて、ここが入ってるんだったらダメですみたいなのがあるんですけど、そんなんがなければ全然大丈夫ですよね。はい、ちっちゃなね会議室なんかもこんな風にありますよね。はい、こういうところで面接とかねやられて、でここが、はい、あのこういう、まあ、共用スペースですよね。共用スペースで、はい、自由に、使ってくださいねと。あとビシッと、はい、日系含めてたくさんもういっぱい入ってます。はい、こういうレンタルオフィスなんですよね。うん、なかなかねレンタルオフィスっていうのは今このコロナで、はい、ちょっと厳しくなってるっていうとはいえですね、はい、でもなかなかここ減っていかないと言いますかね、ずっと契約されて残ってる、はい、こういう大会議室なんかもありますよね。はい、なんでまああのいろんなタイプのレンタルオフィスがあります。高い安いあります。はい、なんでここはねまあまあきちっとした感じのレンタルなんで、まあ、こういうのも一つの選択肢としてご検討いただければなと思います。